陣内孝則監督です。皆様今一度大きな拍手をお送りくださいませ。本当にあの多彩な豪華な皆様がお揃いになりましたけれども。まずはお一人ずつですね。この映画が完成しました。感想とそして、えー。せっかくいただきていただきました。会場の皆様にご挨拶を頂戴したいと思います。それではまずは柳葉敏郎さんお願いいたします。ありがとうございます。うん えー、こんばんは、えー、柳葉敏郎です。えー、と仁内さんがメガホンを取るということで、えー、まあ作品参加させていただきました。今日この日をずっと楽しみにしておりました。えー、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして浅利洋介さんお願いいたします。はい。えー、とそうですね。 陣内さんと,、えー、と共演はしたことあったんですけども監督をやるということでなんか俳優さんが監督をやるっていうなんかそ,そこがにちょっと憧れていたりする部分もあってなんか、まあ、一緒にや,や,やる方が柳葉さんだったりするんですごく楽しみで、えー、今日、この日を迎えられて本当にあの嬉しいです。 そして、山崎茂さん、お願いいたします。はい。まだね、皆さんが見てないということで、あの、これからご覧いただくということで、すごい緊張してるんですけれども、本当にあの、楽しい現場でして、まあ、あのタイトルにもありますけども、本当、幸福な時間をいただけたなと僕自身思っております。それが皆さんに伝えればいいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 続きましては木並遥さんお願いいたしますはい、えー、今日はたくさんの方に来ていただけてで登場の時もすごい温か,かく迎えてくださってこんななんか盛り上がってる完成披露初めてだったのでちょっと驚いたんですけどでもその作品の温かさになんか通ずるものがあ,あるなと思って嬉しかったです、えー、今日は最後まで楽しんでいってくださいありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします え続きまままししして渡渡辺辺大大さんお願いいたしますすどうも渡辺大と申します、えー、陣内さんとはですね以前テレビでご一緒させていただいてそれがご縁で今回もえこうやって今回はえ陣内さんは監督ですけれどもえ呼んでいただきまして素敵な作品に参加することができました、えー、今日皆さんあの初めて見られるということでえ楽しんでいただけたらなと思います、えー、今日はどうもよろしくお願いししますよろしくお願いいたします。 続きまして入山紀子さんをお願いいたしますはい入山紀子ですえっ、ー、とこんなに温かい作品で賑やかなあの雰囲気の撮影であのとってもこの作品に関われたことが私も幸福でしたあの最後まで皆さん楽しんで帰ってくださいありがとうございますありがとうございますえ続きまして佐藤次郎さんお願いいたします はい、佐藤ですえっ、ー、と今日ちょっと早めにあのここに着いたんであの憧れの銀ブラをしてきました銀、えー、ブラっていうのはあの銀座をブラブラすることじゃないらしいですねあの銀座で、えー、ブラジルコーヒーを飲むことを銀ブラというそうですジローさんあのハロウィンなんでこっち<あ>こうやってそうかあさりそうか,そうか何話したか忘れちゃってないかお前バカ野郎 <laughs> あのそしてあのうんまあいいやあのまあ作品に関してはちょっと後ほど詳しくあの <laughs>、はい、お話しますんで、ね、あの今日は楽しんでいてくださいはい、はい、よろしくお願いいたします、えー、続きまして正木キレイヤさんお願いいたしますはい、えー、成人という話の息子役で出演しました正木キレイヤですあの非常に緊張しているんですけれどもぜひ皆さんに幸せな気持ちで帰っていただきたいなと思います本日はよろしくお願いしますはい。 それではキャストの皆様からね陣内監督がという言葉たくさん聞かれましたが最後に陣内監督お願いいたします、えー、本日はお足元のちゃんとした中ちゃんとしてますね全然ちゃただでお集まりくださいました。そういうこと言わないでそういうこと言わないで本当にありがとうございます、えー、この作品本当にあの皆さんもご存知の通り あの私、俳優としては完璧な男ですが、<laughs> <laughs> おい、なんで笑うんだよ、いやごめさい、ね、今,今笑ったのちょっと失敗でしたね<や>監督としてはちょっと未熟な面もございます、しかし、キャストの皆さんが柳楽さん、中井さんをはじめ、えー、素晴らしいキャストが集まってくれました、えー、本当に、えー、感無量でございます、今日は存分に楽しんでいってください、よろしくお願いします。はい、よろししくお願い,いたしますもう撮影現場がね つこぶる楽しそうだなというふうな雰囲気が伺い知れる最初のご挨拶でございましたがさて本作ですが人生のの節目にに起こここる予期せぬ出来事こちらを5つのエピソードで描く作品とということになっております本日はですねそれぞれのエピソードから皆様にご登壇いただいたということになっているんですが会場の皆様はまあ今これから本編をご覧いただくということですので何とか難しいですけれどもネタバレにならない範囲でキャストの皆様にはこれからご 出演されているエピソードの見どころ、そして監督には現場でのエピソードなどをそれぞれお話しいただこうと思っております。それでは本編での登場順にお話を伺ってまいりますが、まずはエピソード葬式からです。こちらで葬儀屋を演じた佐藤大二郎さん、お願いいたします。はい、なんで笑うんですか。<laughs> 全然。 あのまたこれ反対になっちゃっごめんね、山下ごめんごめんあのな、何を聞かれたんですか、あそう葬式ねあのこれが、ですね、まあ、ちょっとあの皆さん、これからのご覧になるということで、ちょっとねだまりになることは言えないんですけど、まあ、とにかく、ですねこれ場所は言っていいのかな、ロケ地がです、ねえー、いいのかな、足利っていうところで、えー、古い日本家屋、真夏、それで、えー、クーラーなし、それで通夜、えー、のシーンなんで。 もう昼取っててもツヤに夜にしなきゃいけないんで窓という窓を暗幕で張っていやーほんでみんなもお服そしてあの小野百合子さんという女優さん以外はもう出演者男男男男男男男。男男男 <laughs> 加えてやっぱり陣内さんです。僕あ,のありがたいことに陣内監督二作目「スマイル二2作目に続きの出演なんですけどもあの非常にいい陣内さんも掛け声もですね「あいスタート!」みたいな感じでですね、非常にこう陣内さん のためにいい芝居しなきゃなってこう俳優に思わせるような監督なんですけど、まあ、だから非常に暑、えー、苦しいというかですね、えー、むざ苦しいというかですねでもそうじて非常に楽しい現場でしたで僕個人的にはあのやっぱ大地康夫さんっていうのは本当に憧れの俳優で,で初めてご一緒できたんで、まあ、あの本編ご覧にあのいただければ分かると思うんですけどまあ素晴らしいです大地康夫本当にえあの楽しみにしててください。はい